どうも、キムさんです。今回の動画なんですけども、今回はね、金沢の老舗洋食の店の方をですね、ご紹介していこうと思ってます。今回のね、老舗の洋食屋さんなんですけども、1909年創業という形の地元の方にね、愛されてる洋食店らしいです。そこのね、お店がですね、ネットの方のね、ブログ関連とか見てみますと、北ナショランとか言われてるんですよね。まだ私は行ったことないので、どんなところなのかというところね、それと料理ですね、どんな料理が人気があるのかというところをね、皆さんにご紹介していこうと思ってます。今後ろにある川なんですけども、こちらは犀川と言われて、別名男川と言われてますね。川のね、流れ勢いがね、結構強いので、そんな形で言われてるんじゃないかと思います。ここはね、片町の南側のところに流れてる川ですね。それともう一個なんですけども、もう一個はね、前回東茶屋街の動画レビューしたんですけども、そこの近くに流れてるのが浅野川っていうところでして、別名そちらの方がね、女川と言われてるらしいです。浅野川は流れがね、すごいゆっくりしてるんで女性らしい。それでいてこちらの方がね、流れが強いので男川と言われてるんじゃないかなと思います。それではですね、その老舗の洋食屋さんの方に向かってみたいと思います。はい、お店の方がね、近くなりましたんで、まずはお店の外観の方からご紹介していこうと思っております。今回のね、ご紹介するお店なんですけども、こちらになります。はい、洋食の店クックさんになります。それではね、店内の方に入りまして、どんな料理なのかというところをね、皆様にご紹介していこうと思います。それでは店内の中に入っていきます。はい、こちらが店内になります。歴史ある雰囲気で、テーブルの上の照明がとてもシックな感じです。そしてこちらがメニューになるんですけども、見ての通りびっくりするようなメニュー表でして、切り張りした感じなんです。老舗の B 級グルメを彷彿させてくれますよね。今回注文したのは、ここの人気商品であるポロネーズ、ポークとチキンの2種類あるんですが、今回はチキンの方で注文してみました。次はこのご飯の量に注目。普通盛りが3杯分との記載。たくさん食べるお客さんが多いお店なんだなと、これでわかりますね。はい、料理が到着しました。ご飯の普通盛りがこの量、いやー、ご飯好きにはたまらない量ですね。そしておかずのポロネーズ、こちらは4個あったんですが、1個もかなりの大きさです。パッと見た感じは揚げ物にデミグラスソースがかかってる感じですね。次は中身を確認してみると、柔らかい肉汁たっぷりなチキンが出てきました。まあ簡単に言うと、チキンカツにデミグラスソースがかかった料理なんですね。それでは食べていきましょう。最初に一口を食べてみると、サクッとした衣が印象的で、後から柔らかいチキンと肉汁がやってきます。そしてちょこっと塩っ気が強めなデミグラスソースがやってきて、これがチキンの肉汁と混ざり合ってとても美味しいです。ご飯を多めに食べることによって、塩分強めな部分がちょうどいい感じになって、一回食べる満足感がかなりあります。普通盛りが茶碗3杯分という理由がこれなんだと感じました。味がとてもいいだけに、無心で食べ続けてしまいましたね。こんな美味しい味でこのボリューム、これで価格が1050円ですからね、コスパ最高な料理だと思います。はい、クックさんで食べてきました。いやー、ご飯がね、めちゃくちゃ多かったですね。普通の茶碗の3杯 ?4 杯、うん、かなりの量だったです。なんとかね、ご飯は食べきれましたっていう感じです。特にね、ご飯たくさん食べる方はね、普通盛りがね、あの量なので、あの量で食べられる方はあれで頼んでください。1909年創業のクックさん、大変美味しかったので、気になった方はね、ぜひ行ってみてください。今回の動画がね、参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価の方でよろしくお願いいたします。それとね、チャンネル登録下にありますので、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。